みっちゃんこと光代社長のツイッターをいつもチェックしていますが、あ、そうなの。光さんのことが大好きなんだなと微笑ましいです。おうおうおう。ぶっちゃけ、うん、太田さん上田さんの夫婦生活ってどんな感じですか？そう、ツイッターで結構ピーチャーのこと書いてんだ奥さん。じゃあピーチャーこうしようか。これは、はい、次。これ別に嫌だと言ってるんじゃないんですよ、嫌、うん、だと言ってるんじゃないんですけども、うちの奥さんはツイッターを やってるんです、うんうんうん、例えば今年もなんか機嫌悪かった時あったんですよ。あ、そう、うん、でそれを全部そのツイッターに、ほう、載せんの？彼女は奥さんが載せるわけですよ。例えばどういうことを、どういうことっていうか、旦那と喧嘩したみたいな、まあそういうことですよね。それいいんですけど、うん、そうするとね、俺は知らないわけよそれをさ、うん、そう現場行くとね、うん、うん、なるほど、仲直りしましたかとかってスタッフがいきなり、ああ、えって言うと、うん、いやほら昨日奥さんと喧嘩してたでしょってあーそうなるわけですよ。それで、あー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 、何ツイッターっつって、いや読みましたよ、大変です、もうちょっとあの奥さんに付き合ってあげた方がいいですよなんて言われて、なるほどね、あーつって、でこっち行くと他のスタッフが、あ、どうしました喧嘩ってなかった。うわ、それはめんどくさいわ。これはね、それ嫌だわ。俺さすがにね、言えばいいじゃん。いやもうちょっとね、喧嘩したとか、そのまあプライベート家庭内のことはもうつぶやかないよ。いや、その前言ったことあるんですけど、何それはもう言わないです。もう言わない、もう言わない、もう何をつぶやいていただいても構わない。そのことをまたつぶやかれちゃう。つぶやくなって言ってきやがったみたいな。そう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 、そういうこと。要するに俺が正月生終わって、うん、元旦生終わって、うん、2日目、2日が1日休みだったから、うんうん、で社長が、俺社長のスケジュールをよくは把握してなくて、朝は俺の方が早く起きるから、うん、起きてネタ作りする部屋で原稿ずっとやってたで、でそしたらどうも社長がなんか休みだったらしいんだよね、うん、で、まあ、これこあのねこれ本当これがまた元になるからね。言っとく、まあまあ内容によってはまあちょっとカットしてもらえばいいよ。表情とかもちょっと笑顔に儲けるじゃあ今自分でやれよそれは。でそのずっと昼ぐらいまで部屋にこもってたんだよ、うん、いつまであんた正月なのに部屋にこもってるんだと、うんうん、こっちではもう食事なんだみたいなことで怒られて、それが一回あって、もう一回なんか休みの日に俺が部屋でやってたら、なんかもうすっかり俺がもう出かけたもんだと思ってたらしくて、それで夕方出てたら、あんたいたのみたいなことが、まあ医師のなんとうまく、俺もリビングのね、あの社長の部屋があるんですよ、そこ行ってこう見たんだけど、スタンドランプがあって、そこにソファーがあって、その間にいる時があるんですよ。なんでそんなとこにいるんですか。本当にそういう時があるんだ。いないと思うって、出てきてあっていう時がそりゃそうなるわ、あるんです。それで怒られたっていうのがあったんです。なんでそれで怒られなきゃいけない。それでもうあの部屋を壊すみたいなことになって、あ、ピーちゃんが入り浸ってる部屋、入り浸ってる部屋を壊すってことになって、うん、でそれを多分だから、ああ、乗っけたんだ、そういう部屋取り壊そうと、みたいな。だからそれを見たの、君は。それ何、旦那と喧嘩したとかって書いてあったの。それ取り壊し決定みたいな。はあ。ただ俺は許せないのは、それを読むやつら、うん、こういうね、何読んでんだよ。